市川市民の皆さん、こんにちは。立憲民主党代表の泉健太です。この市川市内では来るべき県議会の選挙に向かって守屋貴子さんが活動をしています。もう皆さん名前はご存知の通りだと思いますが、特に子どもたちの多いこの市川において子どものプレーパークだとか、そして青空子ども広場だとか、やっぱり今の時代子どもの安全な居場所、お母さんお父さんと子どもたちが一緒にいられる屋外の場所っていうのがとても大事だし、そこがコミュニティになっていく、そしてさまざまなその子育て世代の皆様の課題なんかも解決していける一つの場所になっていくと思います。ぜひそういった政策に声が届けられる、そんな県議会議員がまさに守屋さんです。ぜひ皆さんの力、私泉健太からも貸していただきたい、そう思っています。どうか一緒によろしくお願いします。